どうも、ろくまるです。本日はちょっとした実験をやっていこうと思います。実験の前にまず皆さん AI 絵師という言葉をご存知でしょうか。そのままの意味で AI にね、絵を描いてもらうというもので、これから出てきた当初はね、ゲーミングチンポ稼働部とか素手食いラーメン女子とか爆乳機関車とかね、まさにエロの新境地を開拓するような素晴らしい作品が数多く想像されたんですが、最近はまあ AI の精度も上がったということで、かなり可愛いイラストが作れるようになったみたいです。まあそこで今日はね、実験として僕の周りにある身近なもの、身近なものというか完全に私物をね、この AI の力を借りて女体化させてみたいと思います。でその女体化させた私物は果たして可愛いのかどうか、これをね、実験検証していこうと思います。もしね、可愛い女の子ができれば、ね、物への執着心が芽生えてね、より大事にできたりとか、名前とかつけちゃってね、普段のこの灰色の生活が少しでも色づくんじゃないかと思ったんで、ぜひね、やっていこうと思います。はい、というわけで今回使っていくのはこのノベル AI というもんですね。こちらはね、画像を取り込んで、その画像をもとにね、可愛い女の子を描けるということなんで、まあまずは例題としてね、ちょっとやってみようかな。まずはじゃあこれ、ブルーアイズホワイトドラゴンですね。はい、このブルーアイズホワイトドラゴンをまあ例としてね、可愛い女の子にしていきましょう。まあせっかくなんで、まあ、ブルーアイズ、英語しか使えないしね。でまあホワイトガールブルーアイズホワイトガールにしてみましょうか。で作って想像する。そうするとね、 AI がこの画像とワードを元になんで2段に分かれてるんだろうまあでもそれっぽいな、それっぽくない、かなり。うん、でまあこれじゃちょっとなっていうところね、バリエーションって言ってね、書き方とかね、方向性をいろいろ変えてくれるんで、これもやってみましょう。まあ、ちょっと時間がかかるみたいな。これだと、だってもうすでにアルティメットドラゴンが起きたなんで必ず2段になるんだ。お、いいじゃんこれ、これいいじゃんこれね。ブルーアイズもう原型なさすぎるし原型なさすぎるしね、これなら、これでいいならもう大抵のもの可愛くできるだろうって感じもしますが、まあこんな感じでね、ブルーアイズホワイトドラゴンをね、可愛い女の子に変えることができますと。まあね、これね、ポーズもっとね、この今ブルーアイズとホワイトガールしか指定していませんが、これね、もっと条件を付け加えていくと、さらにね、細かな細かな絵が描けるということなので、まあね、そこら辺を駆使しながらちょっと描いていこうと思います。でちなみに今回用意した画像がこちらになりますね。今編集でバババババッと出します。はい、1枚ずつやっていこうと思います。いこう。それではやっていこうと思います。まずは一発目、まあ、僕が最近ハマってて大事にしているこれですね。僕の、家にあるチーカーのぬいぐるみこいつをねちょっとね変えていこうと思います。まあいろいろあると思うんですが、まあ、リトル、ホワイトガールで、あとぬいぐるみを抱きしめながら怯えている、そしてね青い帽子をかぶっている青い帽子と、まあ、とりあえずこれでやってみよう。うん、では生まれ変われ、どうなる、どうなるかな。あまだだ、まだ足りないまだ人に慣れてない。何この手は、誰の手なの待って、ちょバリエーション一旦見るか。おかしいな、意外と難しいのか。ホワイトガールにしてるはずなんだけど、生まれ変われちいかわ、よし、なんだこれいいじゃん、すごく、めちゃめちゃ良くない、これとかすごい良くない、めっちゃ可愛い、ただでさえ可愛いのにこれ何チーカー、チーカーの女体化がチーカーのパチモンみたいなの抱っこしてる、めちゃめちゃ可愛いんだけど、すごくないこれ何肉感すげえ
続いていきましょう。続いてはですね、あの僕ん家の、ゴミ箱です。あんまね、指定が多すぎると結局画像関係なくなってしまうと思うので、まあね、かなりシンプルに、まあ、アダルトウーマン、今回はね、アダルトウーマン、セクシー、ホワイトヘア、このね3つでいこうと思います。どうなる？ゴミダメラズだって捨てられなかった。お腹パンパンになってるじゃん。ねえ、俺がゴミ捨てた、捨てまくったせいでさ、腹パンパンになってるじゃねえか。他のも見ていきましょう。大丈夫か、これ。大丈夫だろう、これぐらいなら。ねえ、でっかおっぱい。やっぱり、うちのゴミ箱ってこんなセクシーなの？これとかもうだっておっぱいから手生えてるけど。うちのゴミ箱めちゃめちゃセクシーなんだけど、これちなみにさ、すべて、まあ、が、じゃあ、ウーマンだけにするとどうなるんだろう。ウーマンだけにすると。次行きましょう。怖い、俺はこの画像が。はい、気を取り直してやっていきましょう。続いて、女体化するのは、僕が普段から使っているスイッチのコントローラーになります。やっぱりね、普段ゲームするときとかに優しく触ったり、ね、なんだ、時には激しく揺さぶったり掴んだりするんで、まあ、これがね、可愛い女の子だったら、可愛いコントローラーガールだ、なんだコントローラーガールって、だったら、まあね、ゲームするのも楽しくなるし、よりね、A ボタンと B ボタンをね、いかがわしく連打できると思うんで、生まれ変われ俺のスイッチコントローラー、可愛い女の子に。うわあ。バケモンじゃねえかよな。もえなんでコントローラー邪魔、コントローラー邪魔かな。じゃあちょ待って、じゃあ次ヘッドセット、僕が普段使ってるヘッドセットいきます。これコントローラーとか余計なワードいらないか。じゃあもうガールだけで頼む。俺のヘッドセット生まれ変われ、来い来い。うわー、すごい、やったー。どっから出てきた。いやでも面影あるぞ、すごい。いや、でもよく見たらどんな体してるのこれ。可愛い顔だけど、体ぐちゃぐちゃすぎる。まあ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 、方向性は間違ってないから、次は僕が愛飲している麦茶になりますね。え、多分ガールで合ってるから、この調子でいけばね、生まれるんじゃないか。来い頼む、ね、白い蓋だから金髪で褐色の可愛い、やったー。なにこれ。やった、俺の麦茶ってこんな可愛い女の子なの。やったぜみんな。ねえ、羨ましい。どこから、なぜこんな子が生まれるんだ、俺の愛飲している麦茶から。すごい、どこここ、なぜ海岸、あれか、ベッドのシーツが砂浜に見えたのかな。すげえ、めちゃめちゃ可愛い、俺の麦ちゃん、麦ちゃんだな、この子は。うん、やりました、ついに大成功だ。よしよし、この調子で、やっぱガールが正解です。次は僕の、ま、パソコン周り、机周りですね、マイクとかパソコンとかね、やっぱ常に目が合ってるんで、常に目が合ってるし、僕の唾とかね、唾液とかを一身に受けてるマイクなんで、まあ、これが可愛い女の子だったらもううなぎ登りよって。はい、ではね、ちょっとこれにはノーコメントで次行こうと思います。次は僕が普段から使っている好きなふりかけ、しそわかめでいきます。でね、まあ、ちょっとね、条件を付け加えようかなと。まあ、ただのガールだとつまんないから、そうだな、どうしようかな、わかめガールにしてみよっか。しそわかめだし、どうなるかな。まあでも、わかめとガールなんてもうエロい要素しか、
すごい、一番好きわかめガール。何これ。え、待って、このふさふさな毛がしそわかめちゃん。え、めちゃめちゃ可愛いしそわかめちゃん。え、すげえ。え、右の女の子は誰。え、めっちゃ可愛いしそわかめちゃん。ね、なんか確かにしそわかめっぽいよね、この髪型とか。すごいな。え、これめちゃめちゃクオリティ高くね。しそわかめさんとの案件ちょっと OK お待ちしております。やばい、楽しい楽しい。続いていきましょう。続いてはですね、僕の同僚というか、まあ、同じ職場で働くね、大事な、まあ、友人というか、加湿器です。名前は長谷川さんと言います。まあ、これ長谷川さんが、まあ、もうすでに名前があるんだけど、まあね、やっぱ一緒の仕事をしてくれて、僕の喉を癒してくれたり、体を癒してくれたりするんで、さぞね、美しい女性だと思うんですよ。だからレディーで、いや、待て、素晴らしいワードがある。オフィスレディーで行こう。そうだよな、同じ職場、僕の部屋という職場で一緒に働いてくれるオフィスレディーだ。長谷川さんは頼む、生まれろ長谷川さん、受肉しろ、来い。いや、俺は諦めないよ、バリエーション来い、諦めない、生まれろ、隠れてないで出てきて、長谷川さん、カモン、来い長谷川さん。長谷川さん。裏切られた。おい。くっそ最悪。なあ、一緒に仕事を頑張る仲間だと思ってたの俺だけだった。もう加湿器は加湿器、そういうことです。皆さん、夢も希望もあったもんじゃありません。待ってても諦めない、俺は諦めません。次は、ね、僕の喉をね直接潤す電子ケトル、頼むなあ、オフィスレディで頼む、来てくれ。この職場に男一人は無理だ、生まれな、オフィスレディ頼む。なんで、なぜだ、なんで生まれないんだ、頼む、来いよ、バリエーション来い、来てくれオフィスレディ。何これ、だってもう、うわ、時間かかってる、やったー、待って、すごいのがあるけど、これはなかったことにしよう。よし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 、俺のケトルさんはこんな感じ。俺のケトルさん、これが俺のケトルさんだから、マジでなあ。次、飲みかけのお茶。2回目、飲みかけのペットボトルのお茶。もう原型なさすぎる。原型なさすぎだろう。もっとないのか。あ、これいいんじゃない、きつねうどん。これはもうだってきつねしか出てこないだろうなあ。今のきつねダンスの女の子じゃないの、来ると。おお、でも、あ、でもなんかあるね、通ずるものというか。へえ、めちゃめちゃ、あ、なんかあれかな、下着なのか、それともね、応援団の少女なのか。うわ、パンツ見えそう、キツネのパンツ。あれかな、ペリペリペリってこれをめくるとパンツが見えるってことなのかな。蓋を開けるってことはね、すなわちパンチルなのかもしれない。じゃあ俺のあれか、出しこうぶち込んでやりたくなるな。よし、じゃあ最後、ね、もう結構やってきた、いや、まだあるわ、ごめん。ね、これね、うちにどうしてもね、身の回りにある私物のものじゃないんだけど、どうしても女体化させたいやつがいたんで、用意しました。うちの愛犬です。頼む。うちの愛犬、女の子なんで、今何歳かな、5歳とかだったかな。なんで、うわー、どうなるかな、頼むぞ頼むぞ頼むぞ頼む頼む頼む、可愛い女の子にしてくれ、頼む。グロテスクなモンスターを生まないでくれ、来い。ちなみに、猫になっちゃった。猫になっちゃった。どうして、なんでその方向に行ったのよ。変化球すぎるだろうなあ、意味わかんなすぎるだろう。まあ、というわけでね、いろいろやってきましたが、まあ、最後、まだもう一個だけあったわ。これね、本当に興味本位。ただの俺のエゴというか、わがままです。これだけ最後に、女体化させてほしいってのがあるんで、ちょっとそれ、出します。僕の免許証の写真。
60は、最後は60がどんな可愛い女の子に生まれるのか皆さん、ご期待ください。いきますよ。じゃん。どうなる ?60 の女体化は。なんか、可愛いじゃん。